なんとこのポーランドのクラフクにダヴィンチの絵があるということで、それを見に行きたいと思います。白天を抱く貴婦人、しっかり見ることができました。しかも予想外の展開でしたけど、事前の下調べでは撮影不可だと聞いてたんですけど、普通にフラッシュ撮影なしであれば撮影可でしたね。なのでみんな、思い思いに撮影してました。で、ルーブルとかと違って、モナリザの前にめちゃくちゃ長蛇で列を作って順番でっていう感じではなくて、クラフクというのもあるのか、とにかく人が少なくてゆっくりと鑑賞できる。そうですね、バベル城の芸術鑑賞よりも圧倒的に人が少なくて、かなり貯蔵している作品が多いので、コスパっていうとちょっとあれですけど、こっちの方がはるかにおすすめですね。もし時間がなくてちょっと予定的にもタイトな人は、ここを押さえるだけでもかなり満足できるんじゃないかなと思います。すごい良かったです。
さて、このポーランドといえばショパンが生まれた国ですよね。ということで今晩は音楽鑑賞に行きたいと思います。なんとですね、まあ歴史あるちょっと有名な教会で演奏会があるということなので、そこに行ってみたいと思います。オンラインで予約したかったんですけれども、なぜかそこら辺が整ってなくてですね、直接行って予約するという形なので、はい、確実に聞けるか分かりませんけど、とりあえず行ってみましょう。Thank you.